グアムの英雄ガダウの像、イナラハンは、グアム南東部の村、基礎自治体である。イナラハンの天然プールや聖意ヨセフ教会などの観光地がある。さらに、この村は、スペイン統治時代の町並みが数多く残されており、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。人口は、約2300人。村としての歴史は長く、1521年の、 マゼラン到達時にはすでに現地人が住む集落であったとされている。また、1930年の国勢調査時は、グアム島の8つの基礎自治体の一つでもあった。ABC2010 グアムスタティスティカルイヤーブック、ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。 ビューローオブザセンサス、アワーチェンジングアイランド。ありがとうございます。